いらっしゃいませ。反感ログ。さいちゃん先生の関東語教室。さいちゃんです。かずみです。ゆりです。今日の関東語はどこにいますか？どこにありますか？勉強しましょう。はい。はい。ハイピンと。ハイピンと。で、何々ハイピンと、うん、はい。まあ、洗手間ハイピンと。洗手間ハイピンと。お手洗いはどこにありますか？はい。はい。洗手間ハイピンと。洗手間ハイピンと。地下鉄の駅はどこにありますか？地鉄站ハイピンと。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 ホテルはどこですか？酒店ハイピンと。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 バス停はどこにありますか？巴士站喺边度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 ？あなたはどこにいますか？你喺边度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 ？そう。大丈夫そう。はい。今日もさすが優しい。さいちゃん先生。メガネなし。じゃあ復習しましょう。はい。はい。洗手間喺边度？洗手間喺边度？地铁站喺边度？地铁站喺边度？酒店喺边度？酒店喺边度？酒店。酒店喺边度？酒店喺边度？巴士站喺边度？巴士站喺边度？你喺边度？你喺边度？よく香港の人たちって電話とかで、なんか、レイハイビンド、レイハイビンドって言ってるよね。そう。あれは、あなたはどこって言ってたんだね。よく使いますよ。うん。じゃあ、復習クイズをやりましょう。辰巳ちゃん。はい。洗手間ハイビンド。洗手間。お手洗いに行く？あ、お手洗いはどこですか？そう。酒店はいびんど。ホテルはどこですか？よくできましたね。レイはいびんど。レイ？レイ？あなたはどこですか？はい。じゃあ、ゆりさんにクイズ。はい。難しいよ。うん。地下鉄はどこですか？レイティちゃんはいびんど。うん。三冠か。バス停はどこですか？バシーちゃんはいびんど。すごーい。じゃあ、お手洗いはどこですか？洗手間ハイビンド。おー、いいね。注意点です。日本の人が返事でよく連続して言っちゃうようなはい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 っていうような音はあまり香港の人にとっては音が良くない聞こえてしまうので気をつけてください。はいってちょっと聞き返すような音がいいのかな。そう、みんな気をつけてね。はい。うん、他にも学びたい簡単語があったら、ぜひコメント欄に書いてください。チャンネル登録、いいね評価、よろしくお願いします。パチギン、またね。シャツザジーン。